ついに川崎が欧州と北米で待望の 400cc スーパースポーツを発表した。最高出力は驚きの 77PS で、ラムエア加圧時は 80PS をマーク。車重は 180kg 台と軽量だ。この動画は新型忍者 ZX4RR および忍者 ZX25RR、ZX6R とどこが違うのかわかる動画です。川崎は北米で新型忍者 ZX4RR を2022年2月1日発表した。欧州では忍者 ZX4RR に加え、スタンダードな忍者 ZX4R スペシャルエディション忍者 ZX4RSE の3種類のバリエーションで4気筒 400cc がグローバル展開される。日本では3月17日からの大阪モーターサイクルショーで初公開された後、秋に発売予定だ。標準と SE と RR の違い。スタンダード、普通、スペシャルエディション、フロントプリロード、クイックシフター、スモークスクリーン、USB 電源、スライダー。RR、フロントプリロード、クイックシフター、バランスフリーリアクッションライト。ZX4RR の特徴。250cc 並みの車体に、77PS もの最高出力を誇る 400cc4 気筒。外観やフレームは ZX25R と ZX4RR は基本的に同一でトレリスフレームを採用する。ZX4RR 独自の装備はフロントブレーキで、ディスク径は310〜290mm と小径化されているものの、ダブルディスクで制動力を高めている。装備では、アシスト&スリッパークラッチ、エコモード、電子制御スロットル、KTRC、川崎トラクションコントロール、走行モード切り替え、スマートフォンコネクティビティ、ABS、前は昭和製セパレート、ファンクション、フロントフォーク、ビッグピストン、後ろは昭和製バランスフリー、リアクッション、ライトと前後ともプリロード調整できる足回り。これらの装備は最上位車種に引けを取らない豪華装備。派生元の ZX25RR と先輩の ZX6R との三車比較。前車とも2023年モデルで、 ZX4RR は USA 仕様、 ZX25RR はインドネシア仕様。 ZX6R は国内仕様での比較です。 ZX4RR の幅が広いのはバーエンドが大きいから。排ガス規制に適合したのに、 ZX4RR は非適合の ZX25RR の 5kg アップにとどまる。 ZX4RR の排気量は ZX25RR の 1.6 倍、馬力は 1.7 倍。 ZX6R の排気量は ZX4RR の 1.6 倍、馬力は 1.6 倍。これって川崎の法則あるある。 ZX の名の付くものは装備を妥協しないってポリシーで最新装備をまとう。
個人的推測、ZX4RR の日本発売時期は2023年10月頃、国内は ETC が標準装備となり、欧州と同じく ZX4R スタンダード、SE、RR の3車種。インドネシアで販売されている ZX25RR は、排ガス規制をクリアし、2023年5月頃販売開始。予想価格、ZX4R 無印、105万円前後、ZX4R、SE、115万円前後、ZX4RR、120万円前後。最後に、ZX4RR は、実際の運動能力では、ZX6R にかなわない。それが分かっていても、日本のお家芸でもある、400cc4 気筒を、復活してくれた功績は大きい。2022年10月に CB400 スーパーフォアが終焉し、400cc4 気筒が存在しなくなった、この令和の時代、前世紀の400レプリカですら、マックス 59PS だったのに、最高 80PS を発揮する高出力エンジンを搭載。2023年秋の国内販売が楽しみです。川崎さん、よろしくお願いします。これからもいろいろなオートバイ関連情報を発信していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。